日常演技の食うたにようこそ。さて本日の曲はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。こちら八天堂さんのフローズンクリームパン6種を食べ比べたいと思います。八天堂さんで名前は聞いたことあるんですけど、しローソンとのコラボ商品は食べたことあるんですけど、本家本元のパンは初めて食べるんですよね。近くにお店がないのでこうやって通販で買って食べたいと思います。ではこの中から、やっぱり最初はチャンネル登録よろしくお願いします。やっぱり最初はシンプルなカスタードですよね。だと思ってるんですけど違うのか。はい、中はこんな風になってます。で割ってみると、おお、結構カスタードクリーム柔らかいな。これこぼさないように気をつけないと。ではいただきます。はい、続きましては生クリーム&カスタード。生クリームが入るとやっぱり違うのかな。ほんとダメだダメだ、もうこれ以上やったら落ちる。このままいきますね。では続きましてはチョコレート、チョコだとまた変わるのかな。それでは、続いて抹茶いきます。ここに来て和が来ましたね。でも抹茶クリームも美味しいですからね。それでは続きましてはオグラ。オグラとホイップクリームは結構見ますけど、カスタードって珍しい気もしますね。まあ自分が思ってるのもようなものなのかどうかは分かりませんが、では このクリームの軽さ、そしてあっさり感、まさにプレミアムの名前にふさわしいな。今回は冷凍だけど、いつか実店舗であわよくば焼きたてを食べてみたい、そう思えるパンたちでした。実店舗だったらもっといろんな種類も楽しめたりするのかな。やっぱり最初に食べたこちらのカスタードが全ての基本みたいですね。カスタードクリームがとろっとろで口の中でまろやかに広がってきて、してそれでいて甘さもしっかりあって美味しかったです。市販のカスタードクリームだと結構ドロッとしたイメージがあるんですけど、これは本当にドロではなくとろでしたね。なんかダグデンがつかつかないかで本当に大きく変わってきます。はい、続いてそこにホイップクリーム、生クリームが入ると、どちらだ、どちらだ、生クリームだ、しっかり覚えとけって話ですよね。そこに生クリームが入ると、なんかそれカスタードだけだとちょっと濃かった味が生クリームが入ることでさっぱりいただけて、よりあっさりといただくことができました。続いて今度チョコレートが入ると、チョコレートの甘さがクリームに見事に溶け出していって、一緒に口の中に広がってきますね。これは抹茶でも同じですが、抹茶の場合は香りが加わるのでさらに濃厚な印象を受けました。和の食材ともよく合うカスタードクリームでしたね。でそこに小豆が入ると、その小豆の今度は食感も入ってきて、よくで、あ、その甘さっぱりとした甘さを感じることができて、クリームだけではまた違った美味しさが出てきたのが良かったです。この5つの中だと自分はこのオグラが一番美味しかったので、今回はこちらを代表として5点とさせていただきます。はい、天堂のフローズンクリームパンとても美味しかったです。機会があれば店頭に並んでいるパンも食べてみたいですね。そういえばなんかこういう公式アプリとか SNS とかもあるということなので、あなたも気になったのであればチェックしてみてはいかがでしょうか。近くに店舗があったら羨ましいな。それ
ツバメミニ、死に急ぐのやこの体。いや、なんでそんなことになる。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しいです。演武終演、日常演武の食だけようこそ。